はい、どうも、メンヘラおじさんです。オフ会が終わったので、今、動画撮っております。結局のところですね、おじさんのオフ会に来ていただいたのは、まあ、チロルさんと、ユニジマさんと、トラさんと、たけしさんと、まあ、この4人と私を加えたですね、5人で、飲みに行っておりました。で、まあ、1次会は3時間ぐらい。まあ、日本酒の店、ですよね。日本酒が、まあ、結構豊富な店で。で、まあ、全員日本酒で乾杯ということでですね。結構、まあ、いい銘柄揃えておりましたので、まあ、写楽、伯楽星、九平寺、松本に、まあ、なんだろうね、キッドに、まあまあまあ、もろもろいろいろ揃えてる中で、いい感じでですね、お酒も飲み、本当に会話が途切れることなくですね、もう延々喋ってたような感じです。本当はね、僕予想では、日本酒の飲み放題もつけたのでですね、結構費用かかるかなと思ったら、もう一人頭3500円ぐらいでした。もう喋ることが多すぎて、あんまご飯食べなかった感じですね。はい。で、まあ、その後、お姉さんの店に行って3セットかな、行って、まあ、そこもずっと喋りっぱなしですし、で、その後、まあ、せっかく遠方から来たんやから、このままでも食べようや、っていうことで、風月ですね、大阪風月でですね、まあ、ご飯食べて、で、さっき別れたところでございます。はい。で、まあ、個人的にはですね、まあ、僕が見た主観ですけども、皆さん、こう、本当に、楽しくされてたんじゃないかな、というふうに思っておりまして、で、またよかったらやりましょうね、っていう形で穏やかに終われたのでですね、まあ、誰も泥酔することもなくですね、まあ、ひたすら楽しく、時間過ごせたので、本当に会をやった会があったな、というふうに思っております。はい。で、まあ、行った店、よくてですね、まあ、非常に良かったですし、おじさんもですね、なんやかんや、まあ、いろいろ気配りはしててですね、疲れたっていうのはあるんですけども、まあ、漢字冥利に尽きるというか、ここまで、うまい具合にですね、見たら、まあ、問題児って言ったら失礼ですけども、問題を起こす人もいなくてですね、ここまで、まあ、言ったら気持ちよくっていうか、まあまあ、それは緊張してるんですよ、一応。それは、参加してる方もね、同じだと思うんですよ。初対面の方同士でも飲まないといけないので、会話内容とかもどないしようとか、いろいろあると思うんですけども、まあ、そういうのを、ひっくるめてね、楽しんでいただけたんじゃないかなと、また来たいですっていうふうに言っていただけたので、本当に良かったなと思ってますし、また、自分の登録者さんですね、に、すごい恵まれてるなというふうに思った次第でございます。本当にまだ1000人に満たない弱小 YouTuber なんですけども、まあ、別に収益化とは別にですね、こうやって、まあ、気晴らしいですね、まあ、オフ会という形で、まあ、皆さんにもちょっと貢献できてるかもしれないですけども、おじさん自身のですね、気晴らしにもなってるので、本当に、ありがたいなと。思っていると同時に、またやりたいなと思ってますので、まあ皆さんお気をつけてお帰りくださいということをですね、この動画でお話したかった次第でございます。で、たけしさんとはね、ちょっと直に会って話したんですけども、まあ、東京のオフ会どうするよっていう話はさせてもらって、まあ、11月か12月にうんたらかんたらっていうのはちょっとお話したんですけども、別に日程とかどうでもいいですよっていう話だったんで、おじさん個人的にはまあ12月かなと思ってるんですよね。宮城から来る方、もいらっしゃるので、それを考えたらまあ12月かなと思ってるんです。で、まあ、そこはまた予定立てるという形なんですけども、まあ、とりあえず、まあ、今日は、ゆっくり寝かせてもらって、で、明日ちょっと昼、用事で出るんですけども、まあ、それ以外は特に用事なく、明日は、ライブ配信ですね。夜9時から一応やるということは覚えておりますので、まあ、それでもまあ、コメントいただけたらありがたいですけども、はい。やろうと思ってますので、よろしくお願いします。というところでございます。本当にね、オフ会やれてよかったです。やる前はどないしよう、人数調整とかもどうしようとか思ってたんですけども、当日で、まあ、いろいろね、やらせてもらったら意外となんとかなるもんだというところですよ。まあ、金銭的なものをさえちゃんとあればね、なんとかなるんで、まあ、会社のイベントでもないから、なんですけども、やっぱなんやかんややるときはね、やっぱりお互い緊張するとか、どんな人来るんだろうっていうのがやっぱりあるんで、でもみんな楽しくやれたと思っ
ってますし、まあ、今後も続けたいなと。ただ、まあ、やっぱりこうチャンネル登録者が増えればアンチも増えるし、こうオフ会とも広げていけば広げていくほどね、やっぱトラブルもあったりもするからっていうようなことはやっぱり参加した方からも言われました。で、まあ、それも致し方ないなと思いながらも、まあ、小さいこう経験の積み重ねの中でですね、いろいろ体験しながらですね、皆さんと一緒にチャンネルを大きくしていけたらいいなというふうに思っておりますので、よろしくお願いします。最後にですね、チャンネル登録の方ですね、ポチッとよろしくお願いいたします。以上です。